大内淳子は、元モデル、ファッション評論家、ファッションジャーナリスト。豊橋市立豊上中学校、愛知県立豊橋東高等学校、青山学院大学文学部英米文学科卒業。161から162センチメートル。本名、宮内淳子。後年のトレードマークは、サングラスとボブヘア。長女は、ファッションコラムニストの宮内綾。衆議院議員、大内洋蔵の孫、生物学者、大内義郎の次女として1934年5月4日に、中華民国上海市で生まれる。父が、上海自然科学研究所に勤務していたため、幼少期は、上海のフランス租界で育つ。1944年12月、太平洋戦争及び日中戦争激化のため、母と姉と共に帰国。神戸、大阪や岡山県など、疎開先を転々とし、岡山県金港町で終戦と父の帰国を迎えた。大地主だった大内家を農地改革から守るため、福岡県八女郡白木村に移り住んだ後、父、義郎が愛知大学創設に関わるため家族で、愛知県豊橋市に転居。上海から数えて6回目の転校をし、中学の途中から高校卒業まで住む。父は愛知大学教授になる。1953年4月、青山学院大学に入学。翌月、銀座で学生向けファッション特集のモデルを探していた画家、宮内博に見出される。在学中、婦人画報などの雑誌や、ファッションショーのモデルとして活躍する。1955年3月、宮内と学生結婚する。大学の同級生に森村誠一。また彼女のひときわ目立つ美貌と可憐で上品な顔立ちは画家の中原淳一の描いた美少女のイメージそのままであり、中原お気に入りのモデルであった。彼の発行する雑誌、ソレイユのグラビアに何度も登場し、モデル引退後は、ソレイユのファッションコラムの執筆の仕事の依頼を受けた。大学卒業後はモデルからファッションライターに転身して雑誌、新聞、ラジオ、テレビなど幅広い分野で活動し、日本におけるファッションジャーナリストの草分け的存在となる。20代半ばの1960年夏、交通事故で眼下や頬骨に大怪我を負い右目の視力を失ってからは、人前に出る際は必ず顔の半分ほどもある大きなサングラスを着用するようになった。世界各地でファッションコンクール審査員を歴任し、パリ市、ミラノ市、NY ファッショングループ、FEC 等から多数の受賞歴がある。2001年に仏政府から芸術文化勲章オフィシエ賞を受けた。2014年10月30日、胆管癌のため、神奈川県川崎市内の自宅にて死去する。80歳没。ありがとうございます。